セックス OK です。アンドショー。バウンドすることあるっすか？僕もね、驚きました。だいぶ跳ねましたね。最初飛びたい京橋取ってる時からね、考えたらまさかこんなところまでね一緒に来ると思いませんでした。いや、ほんまにそうですよ。で、ここはベトナムですね。はい、ホーチミン。お母さん、ベトナム案内お願いしますよ。あ、オッケー。ああ、オッケー。ああ、1 lát khó lại cho em 50. Finish no money. No money. 50,000 đúng không? Ờ, lát giữ hết luôn đi. Lát em. Ok. Chopel, chopel. Assistant show. Ok. どうですか？僕の財布いきなり覗かれて手突っ込まれてやばかったですから。とりあえずね、はい、この近くに置き屋が一軒ありますんで。ここ前に来たとこですね、僕が。違法置き屋があるエリアなんですけど、前はその置き屋が見つからなくて、当時の僕は勉強不足というイメージでしたから。とりあえず置きましょうよ。疲れたんで、はい、明日から世界最大の闇を集中していきたいと思います。あ、わかりました。はい、はい、どうですか？どうですか？いや、もうざっとっすね、このインドという街は。僕は刺さってますよ。どうですか？最初目的地、はい、早速発表します。あ、パハールガンジ。パハールガンジ、こちらはですね、はい、ウェブを見る限り、はい、観光客向けのマッサージ店がたくさんあり、お、はい、道を歩いていても客引きされる。あ、そういうとこなんですね。僕のイメージではインドの飛び出し地かなという、はい、あ、そういうことですね、はい、まず最初は緩めのね、そういうことですね、はい、今回の裏のテーマでもあるね、カスト制、はい、4日5日ね、来たぐらいじゃ分からないと思うんですけども、はい、なるべく最初は聞き込みしやすいところを選びました。で、福田さん、童貞みたいな格好じゃないですか。はい、そんなもん、まあ、それはもう否定しようがないですけど、はい、聞き込みしにくいですよね。あ、そういうことですね、はい、まあ、明らかジャパニーズですよね。あ、そうですね、チャイニーズか。あー、そういう最初にね、現地住民になりきってから行きましょう。わかりました。はい、着きました。はい、じゃあ、じゃあ、行きます。行きます。あんま変わってないっていう。もみあげだけですね。で、教えてもらったのが、この辺歩いたら危ないと。あ、あー、ソーリー、ノーノーノー、ソーリーソーリー。ノーソーリーソーリー。ノーソーリー。こんな感じで来るらしいんでっていう。 Thank you, thank you. OK.
インド人になれた気分がします。あの辺を右に曲がったらおそらくインドの飛び立ち地ですね。あ、そういうことですね。見る限り飛び立ち地ではニットも見つかない感じのエリアですけど、これや。お、マジですか。お父さん違うかも。違う、マジですか。一旦切り入れてくださいよ。どうですか。セックスオッケーっす。案の定。案の定。こんな普通の。あ、なんか最初はなさそうな感じだったんですけど、 OK って聞いたらセックス OK、 奥に来いみたいな感じで1時間5000円、8000円9000円ぐらい、はい、行きましょう。やっぱりその格好した甲斐あったっすね。どうぞ。じゃあ行ってらっしゃい。よし、みんなこれで大丈夫よ。大丈夫。ナマステ。どうでした。最悪です。最悪、はい、まず僕が行ったところは床屋で、スパじゃなくて。そうですね、普通に髪切ってるお客さんもいたんですよ。はいはいはい、はい、で、店主に聞いたら5000ルピー払ったら行けると、はい、ということなんですよね。奥に行くと別室があって、はい、そこで女の子が待機してるんですよ。ほう。で、その女の子見て選んで、さらに奥の部屋、そこが VIP ルームと言われるところなんですけど、そこに案内されるという、はい、その VIP ルームはベッドがある部屋なんですけど、はい、女の子は悪くなくていい感じなんですよ、インド人。ただですね、今回の目的を果たすための会話が一切成立しません。少しだけ英語話せるんですけど、ほとんど会話が成立せずですね、はい、何が最悪かって、翻訳きつかったんですけど、はい、電波が悪くて。インド来てから、はい、僕もずっと電波悪いんで、そうです。喋れないです。詳しい情報は一切聞けませんでした。でですね、はい、最初にシャワーを浴びるんですけど、シャワーが出ず、水道の蛇口で浴びるんですけど、水浴びの修行っす。で、P の方はやっていくんですけど、会話は成立しないものの、最初のつぶせでオイルマッサージから始まるんですよ。一応マッサージはあるんだ。あります、あります、はい、全身丁寧にやっていただいて、ここで一回ピタッと止まるんですよ。女の子からフェラをするからお金くれと言われました。いや、いらないと、もうその次に進んでくれと言ったんですけど、会話が通じてないので理解されてないと思うんですよ。ヒンドゥー語でした。ヒンドゥー語です。あ、はい、進んでるやん。進んでます。はい。進んでくれないんで、後で払うからと。で、その後ですね、やっていただいたのが生フェラーリです。その後にゴムをつけてフュージョンで。質いいんですか、 G の。大丈夫な。日本製に比べたら微妙ですけど、海外で使ってることを考えたら、まあどこの国も似たようなもんかなっていう。一応そこからは一通り無難にやっていただきまして、最後馬乗りで無事にスプラッシュはできました。で、最後帰り際ですね、扉を開けてくれず監禁されました。そうですね、インドで。で、向こうも別に悪気があるというよりは、はい、5000での P はお店の人に持ってかれるから。そういうシステムなんや。そうなんですよ。自分の取り分がないから、なんとかそこはお金をくださいと懇願されましてですね。そこはやっぱ思いが伝わるんで、はいはいはい、まあ、一応僕もたまたまお金があったんで、トトさんが借金するのと同じように伝わりました、はい、僕もね、必死にいつもポンジするときに思いを伝えてるんで、俺と似たようなとこあるなと。そうです。ちなみに無理やり働かされてるとか、そういう感じあるんですか。言葉が通じないので。ただそんな雰囲気はなかったです。笑顔がないとかさ。ああ、いやいや、そんなことはなかったです。目が死んでるとか。ああ、 いえ、そこはね、そんな感じはなかったです。ちなみにヒンドゥー教は売春が最大の禁忌、タブーです。あ、そうなんですね。なんですが、はい、自分の体を神に捧げるという考え方もあるみたいなんですよ。はい、あ、そうなんですね。だからね、もうヒンドゥー教の中でもね、多分考え方が分かれてるんだと思うんですよ。じゃあ、これといった情報はなく。そうですね。じゃあ、第二戦行ってもいいですか。心の準備はできてます。発表します。はい、世界最強、はい、GB ロードいや、2戦目にしてきますか。いや、歩き